熱いハートはスクランブル、でも迫るピンチにウィンク、クールな瞳見せつけたら強敵に一撃ノックアウト。ギュッとハートが最高、フルスリルの予感、キラリンに行く決めるジャンプ狙ってるよ、ときめきのチャンス外さない、きっと釘付けお見舞いしちゃえ、キュッとな視線ずっと引く、ガルクシェイク弾いてるよ、駆け出したビート止まらない、もぎたてのブルー強いスイートな魔法、かじりつけば引き返せない、でもワインバトル、熱いハートはスクランブル、でも迫るピンチにウィン、クールな瞳見せつけたら強敵に一撃ノックアウト、ガスハートがためらってる、でも秘めたパワーはバズーカ、危険な胸に張り詰めてく、この甘い刺激はダイナマイト、抑えきれないダイナマイト。それにしてもリッキー・マティスってどんなやつなんだ？さあね、けどファンは彼にメロメロなんだぜ。きっとこのシングルも即完売だろ。ねえサム、あんたのカシミヤのセーター明日貸してくんない？もちろんいいわよ、親友ですもの。ねえちょっと、だったら私は？アレックス、何言ってんの、二人でサムのセーターを着られるわけないでしょ、伸びちゃうじゃん。クローバー、そうじゃなくて、私だってあんたの親友じゃないの。ああ、もちろん親友に決まってるじゃない、あんたからはちゃんとヒョウ柄のサンダルを借りてあげるわ。クローバー、どうしたの、大丈夫？よだれが垂れてるわよ。私ついに見つけちゃった。一体あなた何者なの？私クローバー。アレックス、私もイケてる人にはすぐのぼせる方だけど、クローバーやマンディには負けちゃうわ。放課後私とデートしない？おしゃれなカフェが近くにあるのよ。へえ、そう、いいよ。ちょっとあなた悪いの。レモンの放課後の予定はもう決まってるの。私と二人でショッピングに行くのよ。そうだった、マンディと約束してたな。あ、そうならいいの。転校生のデーモンに街を案内してあげようと思っただけ。クローバー、クローバー大丈夫よ、お茶なら私が一緒にしてあげる。それにおバカなミュージシャンより私たちと遊ぶ方が楽しいと思わない？それもそうね、けどデーモンって本当素敵なの、どうして私ってミュージシャンに弱いのかしらね。なんとかしてマンディから気をそらせて私に目を向かせてやる。これって私のせい？なんでいつもこれからって時に任務に呼び出されるのよ。いやあ、君たちよく来てくれたね、嬉しい。来たかったわけじゃないけど。リッキー・マティス？誰？聞いたことない。そりゃ突然有名になったスターだからな。実際発売したシングルはたったの1枚、ロック・レジェンドという平凡なタイトルだが、世界各地で彼のファンが異常な行動に走るという現象が起きている。何か裏がありそうだが、まだつかめていない。それで私たちは何を？今回の任務はリッキー・マティスのツアーの前座バンドとして潜入し、彼の何がファンを異常な行動に駆り立てているのかを探ることだ。つまり3人でバンドをやるってこと？もちろん、本物そっくりにだ。いやー、それって完璧。デーモンがこのことを知ったらマンディなんてさっさと捨てて私に飛びつくはず。同じミュージシャンとして私はきっと魅力的なはずよね。
とはバンドの名前ね。実はバンドの名前はもうすでに考えてある。え、バンド名はスパイズ？なんかパッとしない名前。本当、まったくセンスないよね。私がつけたんだ、マルカ。ねえ、ちょっとあれ活かしてるんじゃない？とりあえず今練習はやらなくていいだろう。どこまで話したか。アイテムの説明です。ああそうそう、これを。今週のスパイアイテムはケーブルバンジーベルトにトップを出すトルネードヘアドライヤー、吸盤付きゴーゴーブーツ、超高感度イヤーマイク、そして私のお気に入りウォーターウォーカー。何それ？よくぞ聞いてくれました。これは水中で人目につかず移動することができる装置だ。では任務完了までさらばだ。諸君の幸運を祈る、いやショーの成功を祈って。おお見て、もう私たちのファンがいる。リッキーじゃないぞ。確かにリッキー・マティスって超人気者だわ。早速デーモンに知らせなくちゃ。もうこれで彼は私の虜ね。まったく、それしか頭にないってわけ？もしもし、デーモン、私クローバーよ。ねえ、そっちはどんな様子か聞こうと思って。さあ、どんなかって聞かれても、僕は今ショッピングセンターさ。クローバー、君は何してるの？ああ、いつも通りだけど。スパイズってバンドを組んでて、リッキーマティスとツアーに出てるの。今ロンドンの超豪華ホテルでくつろいでるとこ。へえ、リッキー・マティスとツアーに？君がバンドをやってるなんて知らなかった。あら、そう？こう見えてもギターの腕前はなかなかのもんなの。そりゃすごいな。ねえ、戻ったら一緒にセッションなんてどうかな？いや、無理ならいいけど。多分来週ならなんとかなると思う。また電話する。じゃね。君たちがスパイズだね。スパイだなんてとんでもない。誰がそんなこと言ったの？ええ、私たちがスパイズです。ロックバンドに。私はツアーマネージャーのフィル・ジェンキンスだ。リッキーがお待ちかねだよ。よければこれから彼に会いに行かないか？素敵な曲ね。ありがとう、今作ったんだ。明日の朝新曲をレコーディングする予定でね。これも大ヒット間違いなしだ。そうでしょうね。私たちもこんな人気者とツアーを回れるなんて感激。それはこっちも同じ。君たちの曲気に入ったよ。私たちの曲？ねえ、君たちもレコーディングスタジオにおいでよ。きっといい刺激になるから。ああ、残念だがリッキー、スタジオには関係者しか入れない。楽しそう、ぜひ伺うわ。いいだろう。そろそろお時間だ。ファンが首を長くして待ってるぞ。あらやだ。ちょっと変よ、 CD が光を放つなんて。でも異常に人気があって CD が光ってるってこと以外、リッキーはすごく普通に見えたけど。リッキー、リッキー、リッキー、リッキー。もうこうなったらやるしかない。準備はいい？クローバー、ちょっと今のあんたは音楽を聴くんじゃなくて演奏する側でしょ。それにこの CD は大切な証拠品なの。あら、そう、いい曲なのに一度聴いたら頭から離れない。ねえ、いい音出てるじゃない。録音しておいた音楽を流してるからね。気づいてないかもしれないけど、私たち誰も歌ってないし、あんたのギターはアンプに繋がってないわよ。多分アンコールはなしだ。口パクうまいね。僕は苦手なんだ。あなた口パクなの？僕は嫌なんだけど、フィルがその方がいいって言うんだ。成功のためなら仕方ないさ。これでもうリッキーには何もないとは言えないわね。歌ってないなんてびっくり。そうね、それだけじゃないみたいよ。二人ともあれを見て。ちょっとあそこに覗きに行ってみない？そうしましょう。クローバー、行かない？何言ってんの、私はここでリッキーを見てる。よろしく。さあ、偵察開始よ。
ご心配なくセバスチャン様、明日のレコーディングは準備万端です。特別な歌詞も用意いたしました。ただリキがスパイズの3人をスタジオに招待したので厳重な警備が必要です。あ、いや君たちどうしたんだね。退屈でもしたのかな。あれ何も聞こえないわよ。この部屋は防音になってる。それに毎日大音響を聞いてると頭痛がするんだ。ただ見てる方がいい。それじゃあ今までのことをまとめるわよ。異常なファンに光る CD、 リッキーは口パクで、マネージャーはライブ中音を遮断した部屋にいる。なんか変よね。クローバーはどう思う？リッキーって最高よね。彼すごく才能があるし、一晩中でも彼の歌を聴いてたい。リッキーの曲すごい。バラだらけ変よ。調べてみた方がいいわ、ジェリー。いや諸君、スターになろうなんて思ってないだろうね。ええ、でもバラをこんなにもらってたらわからないわ。ああ、そのバラのことだが、デモン・レイノルズという人物が送ったものだ。ちょっとクローバー、このバラはあんたにだって、デーモンからよ。よしてよ、今はリッキーに夢中なの。デーモンなんて過去の男。本当にあんたって惚れっぽいわね。変わり身も早いけど。ところでジェリー、セバスチャンって人について何か情報は？セバスチャンはリッキーのレコード会社の社長だ。かつてはかなり名を馳せたギタリストだったが、演奏中に事故に遭って腕をダメにしたんだ。今は世間から離れてブラズエラ沖の孤島に住んでいる風変わりなプロデューサーだ。リッキー、さてブラズエラのスタジオに行くのは誰だい？あんな大きなアンテナをヨットにくっつけて一体何やってんのかしら。確かリッキーはライブを放送するためだって言ってたけど。怪しいわね。どうして衛星アンテナをあんなに厳重に見張るわけ？こんな奇妙なレコーディングスタジオを見たの生まれて初めて。リッキー、よかったよ。ほんと最高、素晴らしかったわ。ああ、それじゃ歌詞をつけてやってみようか。俺は世界の支配者。さあ共に災いを広めよう。政府を乗っ取り俺に従え。世界は俺が支配するのだ。ああ、新曲はこんな攻撃的な感じにするつもりじゃ。僕が書いた歌詞は？リッキー、私を信じて全て任せなさい。この歌詞でいけば最近の若者が求めているものに仕上がるんだ。なるほど、リスナーはこの特別な歌詞の影響を受けるってわけね。リッキーの歌う歌詞はみんな特別だもの。この合間に少し偵察と行きましょうか。私もついてく。私スパイのコスチュームって大好きよ。多分この辺に秘密の部屋があるはずなんだけど。ナイスよアレックス。任せといて。完成したリッキーの新曲です。素晴らしい。周波数も一緒に入れました。よし、では早速効果を確かめてみよう。あの不気味な鍵爪の男がきっとセバスチャンよ。もうギターは弾いていないみたいね。さあかけたまえ。新曲の感想を聞かせてもらいたい。リッキーは世界の支配者、あなたに従い災いを広めます。王様と政府を乗っ取ります。世界の支配者リッキー様、下がってよろしい。リッキーは世界の支配者、あなたに従い災いを広めます。王様の通り政府。今の見た？まるでリッキーの歌で催眠術にかけられたみたい。きっとさっき話してた周波数がマインドコントロールを引き起こしたんだわ。これでクローバーがおかしくなったわけも分かったわね。え？いいこと？リッキーの最初の曲はロックスターへの崇拝を歌ってた。それでどうなった？聴いた人は彼を崇拝するよう暗示にかけられ、歌詞の通りに行動するようになった。ということは
リッキーがコンサートで歌えばファンは歌詞通りに何でもするってわけね。警備員を呼べ、侵入者がいるぞ。逃げるわよ。やるじゃないの、それって携帯用粘着オイル？アイテムじゃない、私のお気に入りのムースよ。リッキーは世界の支配者。ああ、ああ急いで壁伝いに降りるわよ。そうか、本物のスパイだったとは。スパイズね、浅はかでありきたりなネーミングだ。ちょっと、私たちじゃなくてゼリーが考えたの。君たちはこのことを誰にも報告できない。なぜなら約20秒後に君たちの唯一の関心はリッキー・マティスへの崇拝になるからだ。つまり今夜私が世界中のテレビやインターネットを電波ジャックしても、そして新たに催眠にかけた人々を動かし世界を支配下に置いても無関心。君たちも催眠にかかっているからだ。せいぜい最後のひとときを楽しみたまえ。最高。さてこれからどうする？これを使えば脱出できるわよ。あー、もうそうじゃなくって、イエーイ、何してるんだ、ステージで演奏してるはずじゃ。そうよ、でもあなたのお友達のフィルとセバスチャンにレコーディングスタジオに閉じ込められちゃって、あなたの新曲を聴かされて危うく操り人形にされるとこだったの。アレックス、説明してあげて、私は電波塔に行ってくる。ではコンサート会場で高見の現物と行くか。セバスチャンが僕の音楽を利用して政府を乗っ取ろうとしてた。彼はあなたを利用して世界を支配する気だったの。何も気づかなかった？彼はあそこよ。いたぞ。リッキーはどこだ？もう歌ってるはずだろ。観客が怒り始めてるぞ。もう待てません、自動で曲を流します。世界の支配者、大変だ。どうしよう、逃げなきゃ上しかないみたい。何なの？またあの連中か。今度こそあのコールサイスパイドも永遠に追っ払ってやるんだ。どうやらリッキーの放送電波を受けてしまったようです。それはあってはならんことだ。急いでスイッチを切れ。いいえ、切らないでください。リッキーの曲はとても素晴らしい。あなたはリッキー、我々の支配者。あなたはリッキー、我々の支配者。
あとは我々が引き受ける。あなたはリッキー、我々の支配者。あなたはリッキー、我々の支配者。ジェリーありがとう。本当いいタイミングよ。あいつら自分たちも催眠にかかっちゃってリッキーにサインねだるとこだったの。もうどうしてリッキーに恋しちゃったのかしら。恥ずかしくて自分が信じられない。そんなに落ち込むことないわよ。催眠術にかかってたんだから。いいじゃない、歌の影響も消えたし、もうあいつらの操り人形じゃないんだから。いやクローバー帰ってきたんだ。あの花受け取ってくれた？ええ受け取った。それでどうかな、二人で話でもしようよ。リッキーマティスとのツアーのことも聞きたいし。でも悪いけどツアーを回ってみて、もうミュージシャンは卒業することにしたの。じゃあね。あんたのこと見直しちゃった。あんたやっと正気に戻ったわね。ギターを抱えてる人なら誰でも好きになっちゃうなんてバカげてるもの。すみません、音楽室がどこか教えてくれる？転校したてでちょっと迷っちゃってさ。喜んで音楽室までご案内するわ。つまりミュージシャン熱が復活したってことか。あのクローバーが懲りるわけないとは思ったけどね。まずは校内を案内するわ。もしもお昼予定がなかったら一緒におしゃれなカフェに行かない？